フェリー北九州は名門対応フェリーが運行していたフェリー。フェリー住吉、フェリー、箱崎の大船として、両船のフェリーを大阪に続いて、再起重工業で建造され、1992年4月17日に大阪南港から新文字航路に就航した。第一便に就航していたが、フェリー北九州2の就航により、2015年11月27日で引退した。 その後、海外焙煎にあたって、ゴールデンバード6と改名して、モンゴル船籍となり、インドネシアに開港されている。名門大洋フェリー2007年1月7日、8時7分頃、第1便で新文字港から大阪南港へ到着して、南港フェリー不頭 F-5 バースに接岸中、第2便で到着したフェリー福岡2が F-4 バースに着岸する際、 強風に圧流され元船と衝突した。フェリー福岡2の左舷中央が本線の右舷線尾に前方から20度の角度で衝突。本線は右舷線尾の棒現在にオ損ソンを生じた。事故原因はフェリー福岡2が圧流防止対策を取らないまま強風下の着岸作業を行ったこととされた。2010年11月15日22時30分ごろ。 新文字港から大阪南港へ向かっていた元船は、来島海峡航路を通行中、小島東ずま投から北北東約570メートルの地点で、液化ガス貨物船後期丸と衝突した。後期丸を含む、道航船を左舷側から追い越した元船が、来島海峡航路西水道北口に向け右転、したところ、後期丸が後方から接近。 本船の右舷後部に後期丸の選手が後方から42度の角度で衝突した。衝突により本船は右舷後部外反にオーソン及び作家症を生じ、後期丸は左舷選手部に極損を生じた。事故原因は本船が右転する際、安全な船間距離を十分に保たなかったことによって発生したが後期丸が 警告信号を行わず衝突回避のための措置を取らなかったことも一因とされた。ありがとうございます。